韓国で買ったやつ。これはキャンドル、グリーンの香りが爽やかするやの帰りにホームワークスで、ランチを買ってこの後企画会議に向かいます。これ、うん、ニカ、
丈夫です。おはようございます。よろしくお願いします。今日はこの白堀スタジオでセタンさんの先行発売ですね。私物の靴バッグも持ってきてます。あ、これです。まだ薬ちっちゃい出ます。とか考えるとやっぱりこれぐらい色味のないもので、うん、まあ、乳白色これも一度塗りだったら本当ネイルケアしてるぐらいの雰囲気になるとこれぐらいかな。そうだね。そうだからなんかメイクターンはちょっとそのコーラのリップとかはいつも入れないじゃないですか、うん、それはちょっと入れていいか。そうだね。ちょテストします。来ました。はい、こんな感じでちょっといつもと違う感じね。はい、できたーす。じゃあ、ということで、あっという間に本日1日が終わろうとしております。ギリギリでした。無事ギリギリ終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回もコラボの撮影が無事に終了しました。これから会社に戻ります。さあ、では参りましょう。ギリギリの戦いはまだ車の中でも続いております。車の中では文言の確認を、はい、文言の確認をします。 EC のね、はい、EC の文言の確認を今から要求、会社に着くまでに終わらせたいと思います。はい、お願いします。お願いします。私がやるんです。そうです。はい、そうです。とにかく、あ、もう会社ついちゃう。あ、リミットが、リミットが。うん。裏につきます。今私たちはオンラインストアの、企画ページっていうのある。何ページ？ニュースページの、文章を今みんなで、あでもないこうでもないっていう。してるんですけども、もうこの後6時に公開になるにもかかわらず、今何時何分？4時58分にもかかわらず今文章を修正をし続けている我々でございます。ギリギリで生きていたいから。なんたっていつもギリギリで生きている、それが私たちでございます。じゃあ最後まで妥協しない。はい、最後まで妥協しない。いい言い方した。いや、もっと早くにやっとけ。やっとけっていうことではありますけれども、はい、じゃあ次の、はい、また後ほど。
開いちゃってるのでも良い。そうです、あの束に香り付けするときとかはもうこれぐらいでもいけるんで、すごい結構開いてる、このまま葉っぱにお茶の香り、あでも匂いすぎると鼻に花粉が出る。さっきね。結構あれですわ、足柄とか狭山とか反応とか、ね、狭山、狭山があるし、東京、うん、うん、いい感じ。すごい。そうですよね。